はい、どうも、カネアンです。さあ、ということで今日の話題なんですけれども、ワンズライブツアー2025開催決定というニュースでございます。今年の6月から7月にかけて東名阪ツアーを観光した第5期ワンズなんですけれども、来年のツアーが決定ということで、オフィシャルでニュースが出ておりました。日程こんな感じでございます。どどん。さあ、北から北海道、宮城、新潟、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡ということで、これまでで最大の9カ所での公演ということでございます。これまでね、6カ所が最大だったと思うので、新潟、広島、香川あたりが今回のツアーで初になるのかなと思います。で、我が地元福岡公演、5月2日なんですけれども、その日はですね、私カネアンの誕生日でございます。これはちょっともう行くしかないのかなという空気になっております。SNS にはね、上げてたんですけれども、今年ですね、お盆の前後で同窓会とかもあってね、九州に帰省しておりまして、結構長い滞在になったので、またゆっくり地元に帰るのは1年後、来年の夏かななんて思ってたんですけれども、そんな矢先、自分の誕生日に地元を福岡公演というニュースが届きましたので、今テンションが上がってるところでございます。チケットがね、ちゃんと取れるかどうかっていうところもあるんですけれども、前回のね、東名阪ツアー行けなかっただけに、次のツアー絶対行きたいなというふうに思っていたので、かなり心は動いているというか、もう前向きに転がり出しているところでございます。今ですね、僕は東京に住んでいるので、5月2日の福岡公演、もしくはファイナルの5月30日東京ですね、このあたりが狙い目かなとは思ってるんですけれども、場合によっては違う都市も狙ってみようかなというところもあります。でね、僕はあの九州育ちなんですけど、意外とね、近いのに四国っていうのは一回も足を運んだことがないので、今回四国上陸ということで香川公演狙ってみるのもありかななんて思ったりしてます。あとはですね、あの新潟在住の方で上杉さんとかワンズ関連の動画をよく出していらっしゃる、 YouTube やってる方いらっしゃるんですけれども、そちらの方からですね、以前 X ですね、 DM いただきまして、カネアンチャンネルいつも見てます、いつかね、あのお会いできて、いろいろ上杉さんの話とかできたら嬉しいですっていう風にね、 DM くださった方がいらっしゃって、今回新潟狙ってみて、そちらの方にお会いできたらそれも楽しいのかななんてね、まあそんな想像というか妄想を膨らませながら、いろいろ考えているところでございます。来年のね、4月から5月にかけてのツアーということなんで、これから8ヶ月ぐらいまで期間があるので、ワンズもね、新しいリリースもあるだろうし、テレビだったりメディア出演、そういったところもねあると思うので、その辺も楽しみにしながら、次のツアーまで第5期ワンズ見守っていこうと思います。またね、チケットが取れたり取れなかったりっていうね、まあ、年明け2月ぐらいかな、のタイミングで、このツアーについてはね、動画出すことになるかなと思いますので、その時はチケット取れた方、どこどこ行くよとか、どこどこで会いましょう。そういったね、コメントをいただけると嬉しいです。さあ、そして今日はもう一つ、前回の東名阪ツアーのファイナル、東京公演の模様が、先日スペシャル TV で放送されておりました。僕はそのツアー行けなかったので、まあ、少し前にですね、ファンの方のライブレポ的なブログですね、かなり詳細に様子を書いていただいているブログがあったので、そちらをね、ちょっと拝見しながら、どういったツアーどういったライブだったのかっていうところをね、読みながら皆さんに紹介していくと、そういった動画を出させていただいたんですけれども、今回ですね、スペシャル TV の映像を見れましたので、実際に映像を見た上で、僕なりの感想、僕なりのアプローチでワンズのライブの魅力っていうのをまた皆さんに紹介していけたらなと思っておりますので、そちらの動画も楽しみにお待ちください。さあ、ということで今日はワンズライブツアー2025開催決定というニュースについての動画でございました。また次の動画でお会いしましょう。カネアンでした。バイバイ。